膳部とは、食事を司った、職業部。朝廷や皇族の宮で、巫家の調理に従事した。地方豪族が、大和政権への服属の証拠として、二絵を収め、一族を柏手として奉仕させたことが原型である。膳を柏手と呼んだ理由としては、食物は古くは、柏の葉などの木の葉に盛って食べていたから、あるいは、供応、酒宴などでは柏手を打って、膳を催促したから、と言われている。膳は、食器の一種で、直接食物を乗せるものでしかなかったが、食器の普及により、料理を盛ることはなくなった。食事の内容が、干物や蒸し物から、徐々に煮物、焼き物、刺身など、多種多様になったこととも関連している。柏手の長官を、柏手のと言い、日本書紀、高橋詩文によると、大彦命の孫、岩神津狩の命が、慶光天皇53年10月の東国巡幸の際に、空前の功績で、柏手の生と全大友部を賜った、となっている。武蔵国造や安房国造の名前に、全大友部、全大友忠が現れており、柏手の若狭国造も存在した。これらの集団は、海産物を掌握する、安曇野連配下の回付とともに、大王への食料供給を担当した。養老両政でも、全部が、しなべとして所属し、宮内省大膳職が160人、内膳職が40人。東九州全館が60人とある。このほか、大神社にも柏手が設置されている。天武天皇13年11月1日条には、柏手氏は、阿孫の姓を与えられたとある。全阿孫は後に氏名を、高橋に改めた。平安時代には、高橋氏と安住氏が全部を担当し、内膳司長官の部膳職を世襲した。ありがとうございます。